黒ウミガメは、カメメウミガメ科に分類されるウミガメの一種である。青ウミガメに酷似し、青ウミガメの亜種とする説と、同族の別種とする説がある。なお学名にある、アガッシジーは、アメリカの海洋学者、ルイアガシーにちなんだ県名である。生態の好長は70から80センチメートルほど。名前の通り青ウミガメに比べて、全体的に黒い。また、腹部や、 東部の臨番の周辺部が青ウミガメは黄色であるのに対して黒ウミガメは黒い。また、青ウミガメと比べると小柄である。メキシコの東部沿岸、ガラパゴス諸島、ハワイ周辺など、東、太平洋沿岸の熱帯、温帯域に分布する。日本で見られることはほとんどないが、1998年4月、5月に、西表島近海で初めて観察されているほか、 沖縄本島北端にあるギナマ漁港でも確認されている。主食は青ウミガメ同様に海藻や海藻である。黒ウミガメの個体数は近年減少傾向であると言われているが、詳細は不明である。ユーロタータルによると産卵可能なメスの個体数は3000頭以上と推定されている。日本で黒ウミガメを飼育している施設は少なく、南チタビーチランド、 沖縄中海水族館、日ウミガメ博物館カレッタ、神戸市立スマ海浜水族園、室戸、廃校水族館が知られる。ありがとうございます。